どうも、遠藤ですね。バトルグラウンズ、久しぶりなんですけど、ソロでね、今回プレイしていきます。さて、西の方からやってきたぞ。どの辺しようかな。今回ね、じゃあね、まあ、キル取らなくてもいいから、ドン勝を目指してやるっていう方針で、頑張ろうかな。ってことでね、真ん中、なるべくあんまり動きたくないんでね、真ん中ら辺で、イモりますか。ってな感じで、降りる。さて、まあ直角で、ね、降りていけば着地も早いんで、なるべくスピードをつけて、で、競合が1人いるか、近くに降りる人が1人いますね。1人だけかな。あの人しかいないか。ここはなるべく早く武器を取って勝っていきたい。もう本当に同じとこに降りるな。で、降りる。おっとおっと。で、ショットガン。あ、いいですね。これはいいですね。いきなり降りたとこにショットガン。これは大事ですね。ちょっと待ってよ。上から音がするんだが。これ、来てない？来てる来てる。おっと。うぃ、1キル。まあね、ショットガンには勝てませんわ、反応が。ってことで、一応9ミリの弾もらっておくか。ライフが結構減ってしまった。早めに回復しておきたい。で、武器。ヘルメット。はいだ。ライフがもう赤い。応急パックか。包帯か。包帯でいいな。お、ヘルメットレベルに拾って、で、あの奥のね、奥の建物の中に一人いるのは分かってんで、入っていくとこ見えたからね。ショットガンで戦いに行くべきか。おっと、見えてるか。まだ探してるよな。どうしよう。このショットガンで攻めていけるか。サブマシンガンかなんかあればな、いいんだけど。こっち開けてない。何もない。んー、どうしよう。微妙ですね。出てくる様子もないし。足音も聞こえない。おっと、真ん中か。じゃあしばらくこの調子で探索続けてても問題なさそうですね。っちにはいないよな。あの奥の建物だよ。で、オプションパーツだけか。これいらねえな。さて、じゃあ、ちょっとずつ、攻略していきますか。一応閉めておく。で、お、バックパック。これが欲しかった。で、バックパックレベル2、コート来て、ハンドガン関連のものはいらないな。お、ウージーじゃない。おし、いいね。ウージー拾ったしょ？さっき拾ったオプションパーツを組み合わせて、弾じゃないか、これか。おー、いいね。で、手榴弾。2回も見ておくか。アングルドフォアグリップ。サプレッサー、あ、お、AR のサプレッサーいいですね。珍しい。はい、トイレ何にもない。トイレって何にもないよね。あ、フラッシュハイダー。お、マイクロウージーのフルカスタムができたぞ。で、どうすっかな。回復したいけど、ないんだよな。
もう攻めちゃうか、このまんま。お、左から中世。後ろか。後ろっぽいな。こっち？しかもあいつはほっといて、こっちの方に探索に行きたい。ドアが開いてないな。もしかして未探索か、これ。お、で、車があるぞ。いいね。ちょっと車使って、どっか行っちゃいましょう。うわ、やべ、撃たれた。ちょ、どこどこどこ。おっと、後ろか、後ろか。いや、もう相手知らねえ。一回逃げましょう。ちょっとこのライフじゃね、戦っても不利なんで。どこ行こう。ちょっと離れたところで。では今回はなるべくランク1を狙うんで、まあ、余計な戦闘は避けてね、まあ、あまり戦わないように、見つからないようにスニーキングしていくっていう感じにしますか。お、車がある。あっちの方がいいな。だが取ってる暇はない。一刻も早く回復しなきゃ。ここ空いてないかな。まあ、空いてないっつっても油断はできないんだけどね。ホロサイト、警察ベストレベルにいいですね。で、ここですよ、ここ。ショットガンいらない。ショットガンもいらないですね。で、回復、回復。回復がないなぁ。回復ないんだけど、どうなってんの、これ。そう、このずっと赤いのが嫌なんだよな。よし、降りるか。ちょっと人里へ降りて。よし、つうか、部屋空いてるよ。これいるんじゃないかな、もしかして。探索後？あ、でも弾は残ってる。じゃ残ってるけど。あ、拾わない。こんなん拾わないか。クイックトロ。なるべく音を立てずに潜入する。人が荒らした形跡があるんで、見つかんないように探索しますか。おっと、スカー、いいね。もう、ショットガンはいらん。スカーにして。で、結構いろいろ持ってたんで、カスタムしていきましょう。サプレッサーつけて、で、大容量の弾倉つけて、で、アングル、フォアグリップ。で、ホロサイト。お、スカーも、フルカスじゃん、これで。いいね。12ゲージ、ショットガン弾もいらない。よし、完璧。もう武器についてはこれでいいね。あとは、回復さえ手に入れば、文句なしだ。え？スモークグレー。やっぱね、武器、アサルトライフルはね、なんだっけな。何種類あるんだっけ？ AK と、スカーと、M416 だっけか。やっぱね、一番使いやすいのは、個人的にはスカーですね。なんかみんな M416 が一番強いって言うんだけどね。個人的にはなんかスカー、使いやすいんで。スカーですね。まあ、次に AK かな。まあ、威力高いんでね、基本単発撃ち。でね、なんといってもやっぱサブマシンガンがね、使いやすいですね。まあ、近距離とかはね、移動、走り撃ちしながら相手を送ったりとかできるんでね、そういう取り、なんか使い方をするんだったらサブマシンガンがすごくいい。AR はね、基本フルオートでは撃たないですね。今、オートにはしてるけど。フラッシュハイダーはもうつけて、もうつけてるか。これ、いらないな、もうオプションパーツ。
まあ、サブマシンガンのサプレッサー見つかったらつけるかもだけど。ジャンプして、微妙にダメージを食らっていく。で、肝心の装備がこんなに整っていても、ライフがないんですよ。ちょっと私のライフを回復してくる何か。ないのか、ここには。ああ、弾。一応弾を持っていく。弾より包帯。お！包帯 5！ お、ありがたいっすね。包帯5ありがたいっすね。ちょっと、回復すっか。で、応急キットが欲しい。応急キットはないか。ちょっとね、一回回復しましょう。まあ5個使えば大体マックスぐらいにはなると思うんで。まあいいでしょう。まあ欲を言えばウージーじゃなくて、あれだな、なんだっけ、USGR じゃなくて、もう一個ある。サブマシンガンが使いたい。なんだっけな。USP じゃなくてなんだろう。出てこないっす。あ、UMP か。UMP が欲しいね。で、ああ、ここはあんまり良くないな。敵からも見える。で、円が更新されるな、もうちょいで。ま、更新されてから動きますかね。どうすっかな。あと欲しいもの、応急キットさえあれば、もういいかな。ジャンプして、最新の注意を払いつつ探索を続行する。これ細かいとこもチェックしておく。外れ。新武器のベクターが出たんですけど、皆さんどうですかね、ベクターは。一回使ってみたんですけどね、私も。まあまあ、結構強いのかな、あれは。弾数が少なくてね。なんか、役割的に微妙なんだよね。本当に近距離やりたかったら、UMP とかの方がいいかなと思って。で、遠距離だったら、スカーとかね、普通の AR、AK とか使えばいいんでね。ちょっとね、ベクタークリスの使いどころがいまいちよくわからん。あとあれ、なんか大容量弾素をつけないと弾が12発なんでね、息切れしやすいんですよね。UAP じゃない？ベクターってもともと12発だっけ？ 9 ミリ撃つのは、9ミリじゃないか、45ACP 撃つのは知ってるんだけど、そんなに弾少ないイメージはなかったっす。あ、短いあれか、マガジンで撃ったら12発ってことか。確かにな、ハンドガンぐらいのサイズしかないもんな、あれ。なんか、グロックのマガジンと同じなんだっけ？あれ。よくわからんけど。で、適当に索敵をして。お、あー、これね。はいはいはい。次はないな。ちょっと今のうちから動いておきたい。今回はね、円の中心に向かってあらかじめ移動しておきたいんでね。余裕を持った行動をしていこうと思います。ということで、もう中心の方行っちゃってもいいんだよな。ただ、回復だけは欲しいんで、一応探索は続ける。あ、スモークもね、スモーク最後の方使うんだよね。スモークをね、使うことによって、相手の意識を散らすことができるんでね、最後すごい重要なんですよ。で、肝心の応急キット、ないか。3階がある。これ外か、つって。何にもないね。人もいないね。今回会わないね。
まあ、中心に向かって中心に向かって移動しつつ応急キットを探していくか。あ、そうそう、アップデートでね、マーキングつけれるようになったんだよ、あの地図に。で、これどういうことかって言うと、スクワットの時とかにね、あの味方に位置を知らせるとか、どこに行きたいかを伝える時にね、マーキングできるようになったの。これが非常に便利でいいですね。最近はね、ソロほとんどやってなくてスクワットばっかりやってるんですけど、これも知らない人とね、スクワットやるのもなかなか面白いです。まあ、ボイチャはね、あまりしないんだけども、なかなか面白いです。で、ここは開いてないか。閉める。開けたら閉める。で、はぁ、探索。未探索っぽいね、ここ。間違った。シャツとっちって。なんか血で薄汚れたシャツってのを装備しちゃったんだけど。スカエルはもういらない。これ別に何もいらないよな。で、閉める。フラッシュアイダーいらない。もうつけてる。で、上に乗って、なんもないか。あー、ショットガンいらない。シャツいらない。で、ないっすね。さて、円が小さくなる前に、出かけますか。一応ちょっと確認をして。ここ結構ね、好きなんだよね。ここ車もあるんだよね。あそこの、あっちに車が入ってる。なんでね、ゆっくり探索した後は車に乗って、悠々とね、快適な旅を送るっていう感じですね。よくここ、自分は利用してます。サプレッサーピストル、惜しい。エロを開けて、閉める。敵いないよな。あ、ここいいね。有利ポジションか。必殺ベストレベル2。もう着々と、あ、それもう装備してたか。で、アングルフォアグリップ。何もなし。で、屋上は？屋上も何もないかな。何もないですね。そのまま、次の。ここ透けてんな。全然ないな。つか、銃すらもないじゃんね。まあ、さっきスカーあった。お、M416 がここに。でも、弾がないね。ここは人いなさそうだな。まあ、いいや。車に乗って、お出かけしましょうか。で、車の横には何もない。さて、どこ行こうかな。おっと、運転する。そっか、左ハンドルか。なるほど。車を取っといてよかった。結構距離ありますね。ああ、そういえばなんか2倍スコープも出たよね。2倍スコープがなんか使いどころが難しくて、もう2倍使うぐらいだったら普通にネットドットサイトでいいかなって感じだね。あの4倍の英国とかは結構後方支援するときに使うんだけどね。あんまり好きじゃないんだよね。やっぱ1倍が一番いいですね。1倍、2倍、4倍、8倍だっけか。8倍使ったことないな。スナイパーライフルとかあんまり取らないんでね。使ったことないんだけどね。このスナイパープレイも、っていうか人がいたぞ今。人がいましたね。うわ、撃たれたし、赤いし。まあ落ち着いて、無視していく。危ね危ね。まあね。いつもだったらあそこでね、戦いに行くんだけど、今回は目的がね、何としても勝つことなんでね。不要な戦いは避けていく。で、なるべくね、白い円の中心に先について、街の状態をね、作っていきたいですね。お、バギーがあるじゃない。バギーの方がね、山はいいんですよ。
トルクがあって、こっちの方が動きやすいんで、バギーに乗り換える。で、どこ行きゃいいかな。見て、よそ見をしていた。ああ、でも頑丈ですね。つか一回物資、あそこの盆地に、盆地の家に物資を取りに行きましょう。うぃ。もう危ねえ。これ絶対痛いだろ。で、一応確認だな。先着の、先客がいるかどうか。いないか。とっくに撃たれてるやないか。お、エナジードリンク。取って。あー、これ持ってるよな。お、UMP9 来た。ちょっと、変えましょう。こっちの方がいい。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。まず他を探索しよう。後で変える。お、やった!これですよ、これ。これ。この、カバン。いいっすね。このなんかよく中学生が登校するときに持ってるようなカバン、これですよ。これが必要だったんだよ。あーでもちょっとまだ使いたくねえな。今使っちゃっていいのかな。ちょっとエナジードリンクで、回復力を高めて。こっちで代用。とりあえず UMP9 使いたいんで、外して、交換して、フラッシュハイダーつけて、エクストマガジンにアングルフォアグリップ。まあ、あれか。サイトがないのか。まあでも UMP9 ね、ぶっちゃけね、サイトなくてもいいんですよ。エイムして撃たないんでね。腰ため撃ちで走りながら撃つんで。ぶっちゃけサイトなんかなくたってどうにでもなります。包帯が欲しい。お!レッドドットサイト。5.56。いいですね。5.56。弾に、弾もういらないかな。こんだけありゃ。ちょっと弾。お、ギリギリ範囲に入ってる。あぶね、あぶね。でね、レッドドットサイト。いや、違うな。こうだな。ホロサイトとレッドドットサイトはね、なんか、レッドドットサイトの方が見やすいんで、個人的には。よく覗く方のスカーにレッドドットをつけていく。おっと、応急キット、二つ目。いいっすね。どこに入れてんだ、あんなでかいカバンを。お、敵が、銃声が聞こえる。あそこかな?あの奥にいそうだね。あ、いいか。あ、2倍スコープいらないね。で、ホローサイトもいらない。缶ジュース、エナジードリンクか。レッドブルはね、回復のために使うんですよ。飲んどくか。いいか。いや、飲もう。で、もう何もないかな。レベル2はもうつけてるしな。で、さっき銃声した方向を確認しておく。が、いないかな、これは。逃げたかな、もう。うん、キルログ出てますね。残り15人。もうちょっとで、トップ10ランクインするぞ。で、あー、離れちゃったな。仕方がない。お、あれ、あれいるんじゃないの?あそこいるよね。
あ、いいか。あれはほっといて。方向がなんかおかしいな。あそこにいたら多分引っかかるぞ。ちょっと一回バギーを置いて。あ、撃ってる撃ってる撃ってる。もう血が出てる。流血してる。いや、撃たなくていいか。わざわざ。見てるだけにしよう。高みの見物と行こうじゃないか。そう、そっちじゃないんだよね。決着ついたかな？まあいいか。あいつらはほっといて、自分はちょっと安全圏に移動しなきゃいけないんだよね。こっちですよ、安全圏は。わあ、ちょっとやばいな。そろそろ、あ、10人残り。トップ10入りしました。こっからですよ、問題は。ここまではね、まあ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 。逃げてりゃなんとかなるんだけど、ここからなんですよね。で、円の外側に陣取って、こっからはもうバギーは捨てて、自分の足で行きますか。まあね、すぐ音聞こえちゃうんでね、バギー乗ってたら。いつもそれで失敗しちゃうんで、もうバギーはやめて、もうスニーキングミッションと行こう。いやー、いる、見えないんだよな。右に必ず一人はいる。いや、二人いるか。で、問題は左だよ。今、左の意識が薄くなっているんだよ。ちょっと意識した方がいいな。左。右で撃ってるってことは、最低二人はいるだろう。残り五人か。残り5人がこの中に隠れてる。ん？気のせいか。やべえ、これ。この時間がね、楽しいんだよね。このゲーム。このね、時間、この緊張してる時間が一番楽しいんだよな。いやー、どこにいんだよ、見えねえよ。ん？ちょっと待って。いた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 、いた。あ、違う方向見てる。いや、待って、撃つ必要ないか。気づかれてない以上は。あ、後ろ？あ、やられた。後ろから撃たれたってことは、あの山のところに人がいると。ああ、撃たなくてよかった。音割れしてたよ、絶対。ちょっと待てよ。いや、やべえ、この場所やばいな。バレんじゃないの。どうしよう。下がるか。ちょっと下がった方がいいか、これ。待てよ、右。ただ白円には入っておきたい。残り20秒。円の中に入っておけばこっちが有利だ。向こうは範囲外だ。ちょっと下がりましょう。下がって、出てくるのは待って。で、残り4人か。自分含めないで。で、右側に必ず1人はいるんで。あの奥に1人。残り2人がわからない。残り2人どこだ？まあ、消去法で行くなら、このまっすぐ奥とか。あ、いたいたいた。出てきたよ。ギリギリまで、ギリギリまで引きつけてやる。ん？見てる方向が、どこ見てんだ、あいつ。よし、引きつけてやるぞ。お、右の方で銃声。いたいたいた、あそこにもいた。あいつを、やる。よし、やった。やったぜ。ちょっと範囲外だ。やべやべやべ。報復する。あぶねえ。あぶねえ。ちょっとこれ動けないな。1分あるからじっくり行こうか。で、ちょっと待って、残り、あれ2人じゃねえか。すごい、怠慢でしょ？どこにいんの？応急キット、あ、もう使えないのか。うわ、どこにいんだろう。わかんねえ。まあ、でも、向いてる方向に、いるだろうね、きっと。こっちの方向しか考えられない。
ほふく、向こうもほふくしてるかな。おそらくほふくしてるっぽいな。いや、目立った動きがない。構えて待ってるか。音も聞こえないな。で、視点を変更して、あたりを見ておくが。まあ、相手も動かないよね、こうなったら。円の中に入ってんだとしたら。左、一応後ろ、後方結構。これで後ろから撃たれたらもうバカでしょ、完全に。後ろから撃たれて殺されるのだけは避けたい。ちょっとね、フェイント。あさっての方向に爆弾を投げて、スモークを焚いておく。で、放物線をね、描いてるんで、位置バレするのを防ぐために、すべて投げ終わったら移動する。で、あっちにね、意識をさせて、こちらの移動を見えなくして、で、横から撃つっていう戦法なんだけど。いやー、わかんねえ。どこにいるかわかんねえな、これ。いやー、どうしようかな。困ったぞ。まあ、とりあえず、白い円の中には入ったんで。よしとしよう。このまま待とう。攻撃と使えない。で、武器装備して。いや、UMP かな？この距離だったら。いや、最初はスカーだな。敵を視認してから UMP にしよう。右か？左か？さあ、このね、木の幹に紛れた、このスーツ。どうすかね？あ、いたいた！おお！マジめっちゃびっくりした！え、そっちか。まあ、だいたい予想つ、よし、見てる。あ、つかね、位置バレしてるんで。はい。はいはい。一発当てたかな、今んで。グレネードをめっちゃ投げてきてる。グレ投げるときを狙って撃てないものが。お、投げてる。よし、今だ。今撃て。当たらん。そっちじゃないんですよ、私の居場所は。もう大体方向合ってんだけど。範囲狭っ。これ以上も範囲狭くなんないの？やーべ。おし！当てた当てた！当てた。当てたぞ。お！フラッシュ？フラッシュ食らってないっすね。残念ながら。よし、行こうも。UMP を持って、突っ込んで、相手の視界外から。はいはい。はい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 。ケツを打つ。うし！やったあははは。やりましたわ。ああ。ドンがつきましたね。いやー、なんとか危なかったな。相手がな、打ち合い慣れてなかったのか、なんとか勝てましたわ。てな感じでね。ソロで。あ、キル4して、ドンカツですね。まあ、あんまり戦闘は避けてきたんでね。キル数は少なくなってきたんだけど。少なかったんだけど、まあまあまあ、楽しかったですね。このやっぱね、最後のね、12になってからがすごい楽しいね。てな感じで以上です。ありがとうございました。